怖いって怖いって。何がしたいの、あなた。なんか喋れよ。怖いってそれ頭。なんじゃそれ。昨日トラック洗ったのにもまだドロドロなるわ。こっちは雨やのに自転車気ぃつけてよ、気ぃつけてよ。大阪やったらね、これ法律的にどうなんかわからないですけど、サスベつけてるおばちゃん率高いですね。自転車にサスベって、傘手で持たんでもいい器具があるんですけど、それをつけてるおばちゃん率高いですね。多分あれ名前、多分地域によって違うんかな。大阪やったらサスベって言うんですよ。自転車のねハンドルのところにこんな傘ホルダーみたいなのついてて、手で持たんでもね、傘そこに引っ掛けて固定したら雨に濡れないっていうか、上からの雨には濡れないっていうね、大変便利なサスベイっていうやつあるんですけど、サスベイにで夏とかね、暖かくなってきたらサンバイザーつけてるおばちゃん多いです。サンバイザーってトラックのサンバイザーちゃいますよ。頭、顔、帽子みたいなやつ、透明のクリアの前シールドみたいなついたやつなんですけど、あれの透明じゃないですよ。大概おばちゃんつけてるの黒なんですよね。だから前から来られるとまあまあ怪しい顔の表情見えへんからね。言ったフルフェイスの前スモーク張ってる版みたいな感じの、あれ何言葉忘れてもんだ。サンシェードちゃうな。サンバイザーつけてるおばちゃん、うじゃうじゃ出てきますからね。で、大阪の駐車場、駐輪場って結構サスベついたママチャリ多いですよ。ママチャリっすよ、だいたいサスベついてるのって。ママチャリとかね、子供さん乗せる、最近のちょっと電動自転車、子供乗せるように作られてるような電動自転車とかにサスベついてる多いんですけど、さすがにね、スポーツタイプでサスベつけてる人は見たことないですけど、大阪特有なんかな、あんなサスベっていうの。名前もな、サスベっていろんな名前ありますよね。明るくなるの早なりましたね。全然遅れてないんやけど、明るなるのが早なったせいですごい遅れてる感が。おっちゃん頑張ってよ、抜かされへんよ。だいぶギア下げてやのね、足にしこいてある、こいてある。なんか空いてきたな。どっかね、荷下ろし先の手前ぐらいにミニストップ2軒ぐらいあるんですけど、ちょっと久々にミニストップ行こうかな。
最近なんかあの許可証の関係でセブンイレブンばっかり行ってたんで、たまにはちょっとミニストップ行ってみようかな。ミニストップそないないっすもんね。なんか結構ファミマ率が最近高くて、昔はなんかいろいろコンビニあってバリエーション多くてよかったんですけどね。ファミマにサンクスにサークル系にあと何や EMPM 全部ファミマに吸収されましたけど、結構昔にあの初期の方の動画で言ったんですけど、青いファミマと赤いファミマがわかります。下のね、あの看板あるじゃないですか、看板ファミリーマートって書いた看板、その下に酒、タバコとか ATM って書いてるじゃないですか。そこのね、酒、タバコって書いてるところがもともとファミリーマートのところと新しくできたファミリーマートは青なんです。で、そこの酒、タバコのところが赤いファミリーマートがあるんですけども、それね、サークル系かサンクスの名残です。もっと大概ね、あのサークル系サンクスがファミリーマートに変わったところの看板、酒タバコのところ赤なんで、一回よかったら見てください。まああのね、台風でちょっと看板割れたりとかしてるところは青になってるかもしれないですけども、もともとサークル系サンクスのところは酒タバコのところの看板が赤色となってます。赤だけ、そこだけね、もうかなり古いところとかはあの色あせてるところとかありますよ。赤っていうか、朱色みたいになってるところありますけど、朱色って初めて久々に言ったな、朱色。まだ小学校以来ちゃうかな、朱色とかいうの使えへんすもんね、朱色。絵の具とかでありましたね、朱色って。黄土色とか山吹色とか黄緑ちゃうんすよね、山吹色。いろんな色の名前ありましたね。なんかあと絵の具でも、絵の具とか色鉛筆とかでしたけど、色が多くなるにつれて、まあ、大体12色か24色ぐらいの色鉛筆だったんですけど、ちょっと金持ちの子はあの色鉛筆じゃなくてクーピーとかいうのを持ってましたね。最近クーピーっていうやつあるのかな。クーピーって分かります？この辺に画像出しておきますけど、色鉛筆なんやけど、なんて言ったんやろあれ、チョークみたいな感じ、手の汚れないチョークみたいな感じ。クーピー色はほんまいろいろありましたね。で、大概ね、あんま使わへん色と使う色とでね、あの差が長さ変わってくるんですよね。最終的に赤とか青とかね、黒とかすぐなくなってくる。白の色鉛筆いつ使うねんってなってね、白だけ全然減らへんかったんですけど、あと24色ぐらいになってくると色鉛筆の中に金色と銀色入ってきて、ちょっと優雅な気持ちになりますよね。どうでもいい、ね、どうでもいいっすよね。まあ、色鉛筆もね、もう持つ前なんてあんま使わへんからね。ボールペンとかも仕事でたまに持ったりするけど、黒と赤しか使わへんもんね。4色ボールペンだったらもう青緑一向に減らへんから、全部黒でもええかないうぐらい、うん、全部ほんま黒ばっかり4色でも全然いいんやけど、あんまりね、変な4色ボールペン、4色ペンとかちょっと書きにくいですよね。やっぱスラスラ書きたいじゃないですか、年表とかね、日本とか書くときに。みんな人それぞれ好きなこだわりのボールペンあると思うんですけど、僕はジェットストリームっていうボールペンが書きやすくていいなと思ってます。どうでもいいっすね。まあジェットストリームってね、ボールペン100均とかでも多分100円で販売されてるんですけど、まあまあ書きやすいですよ。それの僕は 0.5 先が 0.5 のやつが書きやすくて好きで、 0.7 になるとねちょっと太くてね、僕はちょっと苦手です。
0.5 がすげえ。ミニストップ行こうかな思ったけど、ファミマの方が駐車場広かったから、ちょっとここのファミマで待機したいと思います。朝ごはん買ってきちゃった。サラダ、サラダチキンのサラダとグリルチキン、これ結構美味しいですよ。山椒が香る柚子七味風味、柚子苦手な方ちょっと無理かもしれへんけど、これとファミチキ、チキンだらけやな今日は。羽生えてくるんちゃうかないうぐらいチキンだらけよ。ドレッシングはすりおろし野菜ドレッシングです。何してんの？なんでそんな口になってん？階段乗いてくれません。上がれないんですけど。キモ、何その口。抜いてください、そこ抜いてください、しつこいで、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押してね。あいちゃんでした。バイバイ。